はい、7番水溶液の性質を、整理するですね。酸性、中性、アルカリ性、そして指示薬というものがあります。そして、水溶液の性質を理解するとありますね。では例題1から見ていきましょう。会話があって博士と花子さんですね。です、設問だけ見ると酸っぱい味のする食べ物や飲み物、これを挙げてみようとですね。いろいろの酸とかね、酸味料と書いてますが、これは参考に読んでおいてください。設問簡単ですね。酸っぱいものですね。で、食べ物、飲み物ですと、まあ酸っぱいというと通常レモンとかあのみかんとか出ますけども、似てるんでちょっとやめて、でしたら、酸っぱい梅干し、梅干しは酸っぱい、しょっぱい、どうですかね。あと、飲み物、あまり直接飲むことないんですが酸っぱい、なので酢ですね。大体こんな感じでいくつかあるんで、3つぐらい挙げておきますか。もうちょっと、ちょっと酸っぱいもの、ヨーグルトね、プレーンですね。でしたら酸っぱいですね。他にはどうでしょうか。いくつかあるので、この辺はあれこれ探してみてくださいね。回答例もありますし、この辺は実生活から普段から注意してね、食べているといいと思います。酸っぱい、甘いとかね、こういうの